立されました。郷土芸能部は郷土文化コースの生徒を中心に約40名の生徒が熱心に練習を重ねています。これまでの全国総分放送分祭では全17回出場し、平成18年度と平成27年度に優秀賞及び文化庁長官賞を受賞。また昨年度の全国放送分祭では初の最優秀賞及び文化学大臣賞を受賞しました。文化学大臣賞、文部科学大臣賞を受賞しました。その他、第43回育樹祭、沖縄本土復帰50周年記念式典で多くの活動を行っております。どうぞご覧ください。